日本航空がアメリカン航空との今の提携関係を維持すると発表しましたデルタ航空との交渉は打ち切りますデルタ航空とその国際線グループスカイチームは去年9月日本航空に対し10億ドル以上の支援金を提示し新たな提携と日本航空が所属するワンワールドからの移籍を提案していました 稲森会長ら日本航空の新経営陣が検討した結果、移籍には多額の出費と1年近くの時間がかかり、会社再生を進める上で負担が大きいと判断し、今のアメリカン航空との提携継続を決め、きょう、デルタ航空側に交渉打ち切りを伝えたということです。ただ日本航航空空ははアメリカン航空からの出資は受けず 今後両社で共同運航便の拡大などの業務提携を強化する方針です。